ハイコジェプキンは、トルコイスタンブール出身のアルメニア系トルコ人の歌手、ミュージシャンピアニスト。オルタナティブロックから美しい旋律主体の曲まで幅広くこなす独自の音楽で知られる。奇抜なファッションとパフォーマンスで独特な世界観を作り上げている。高校卒業後、ミマルシナン大学で2年間音楽を学びながら、ティームルセルチュク現代音楽センターで、 基礎音楽理論と火星学を専攻。その後さらに1年間イスタンブールアカデミーに通い、1997年からトルコの著名なミュージシャンのバックで演奏を始める。関わったアーティストには、オギュン・サンルソイ、アイリン・アスルム、コライジャン・デミル、デミル・デミルガンなどがいる。また様々なアーティストのアルバムでコラボレーションしている。作曲家として経験を積みながら、ハイコは、 上記アーティストの作品に貢献した。詩人である、ムラット・ハン・ムンガンのコンピレーションアルバム、SZ ・ベミス・サークラーの制作にも寄与した。2005年にハイコは自身と同盟となるバンド、ハイコ・ジェプキンを結成。当初のバンドメンバーは、ハイコ・ジェプキン、ウムト・トレ、オヌル・シェンギュル、ムラト・ジェム・エルギュル、その後、セカンドアルバムの発売直前に、 オヌルが多忙さを理由にバンドを脱退。代わりに、ポイラズクルチュが新メンバーとして加入した。2005年に発売されたファーストアルバム、サキン・オルモ・ムラスムでは、それまでの半生に彼が書き溜めてきた曲が多く収録されている。このアルバムの音楽性は、トルコの伝統音楽要素から生々しい不安を表現したロック曲まで多岐にわたる。ヤラス・サクル・ゴー・マーソン。 フトナム、サンケス、そして悪名高い、ザマン・ジェスチがシングルとしてリリースされている。彼の音楽の独自性と歌詞に注目が集まり、このアルバムからの曲はラジオでも多く放送された。2007年には、セカンドアルバム、タンズ・マ・ビッチをリリース。ファーストシングルとなった、ヤンズ・カルスンは国内チャートで大きな成功を収める。ファン層が拡大する中、 この年のロック、N コークフェスティバルに参加、ソールドアウトの会場でパフォーマンスした。現在、2011年のユーロビジョンソングコンテストのトルコ代表候補として噂されている一人である。トルコでは他の歌手のカバーやコラボレーションが多い。ありがとうございます。